コーヒーでいいかな。はい。この間はすいませんでした。この間って？そばでかすみさんに。ああ。もういいよ。終わったことだから。じゃあかすみさんとは？うん。よかった。ショコちゃん、見てください。小さい頃に負った火傷の跡です。この傷のせいでずっと恋愛できなかった。何年かして父が探してきた病院で手術すれば傷は目立たなくなるって言われたのに拒否したんです。その時好きだった人に振られて、振られたのはこの傷のせいだって思いたくて、その人がこの傷を見るたびに罪悪感を思い出すよう、あえて傷を治さなかったんです。でもその後凛太郎さんに会って、こんなに好きになるなら治しておけばよかった。抱いてください。一度でいいんです。私を女にしてください。それはできない。どうして？この傷が見にくいから。違うよ。傷は見にくくもなんともない。それより傷を気にしすぎて心にできた傷の方が心配だよ。チョコちゃんは繊細で感受性が強くって人一倍気配りもできる素敵な子だ。もっと自分に自信持とうよ。その傷もチョコちゃんを好きになった男ならこれっぽっちも気にしないから。いつかきっとそういう人に出会えるから。わかりました。要するに凛太郎さんには重いってことですよね。チョコちゃん、一度でよかったのに。そしたらもう一生恋愛なんかできなくていいと思ったのに。どうしたの？ぼーっとして。ケンちゃん、いつから気づいてた？何に？俺が金のこと好きだって。凛太郎、正直戸惑ってんだよ。全然自覚なかったから。でもみんなに言われたんだよ。チョコちゃんにも俺ケンちゃんにも金の彼にもかすみにも、まさかってその都度否定してきたんだけど、今回は否定しきれない自分でさ。そんな風に自分の気持ち無理やり決め込むことないんじゃないの？何でもそうだけどさ、物事ってのはほら白か黒かで分けられるわけじゃないから。俺はさ、あいつが幸せだったらいいんだよ。いや、かっこつけてるみたいだけどさ、
ほら金ってバカがつくほどのお人よしじゃん。純粋すぎるっていうか、まっすぐすぎるっていうか、そういうやつが傷つくところ見たくないんだよ。そう、そうなんだよ。そばにいると目に入ってくるからどうしても気になって、それでつい余計なおせっかいやっちゃうんだよな。さくらちゃんがそういう凛太郎に気づいてないってところがまたね。結局二人は似た者同士なのかもね。さあ食べて食べて。誕生日おめでとう。ありがとう。じゃあね、うん、頑張ってね。うん、行ってきます。よっしゃ。送ってきてくれたんですか。うらやましい。なんでそんなにラブラブなんですか。なんでって言われても。あれ、あれ、あれ、ちょっと待って、これってもしかして婚約指輪。うっそ、マジか。うわ、昨日千代子と何かありました。電話とメールがすごかったんで。正直に付き合えないって言った。彼女を傷つけたくはなかったけど、不純な動機で誰かを幸せにできるとはどうしても思えなくて。不純ですか。さくらさんを守りたい一心でしたことなんだから、むしろ純粋だと思うんですけど。そんなことチョコちゃんがしたら傷つくだろう。あいつだってな。さくらさんのことは俺が守ります。俺たち結婚することになったんで。あなたもさくらさんのことはきっぱり諦めてください。それじゃ。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。いくらなんでも遅くない？